国鉄タム3700系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。本形式より改造され、別形式となったタム23700系及び派生形式であるタム3400系、タム3450型についても本項目で解説する。 タム3700型は、メタノール専用の15トン積死有化者である。本形式の他にメタノールを専用種別とする形式には、タ2900系、タ3500系、タム3400系、タム3450系、タム23700系、タサ3800系、タキ5200系、タキ7950系の8形式があった。化では、 ポピュラーな積み荷であり、本形式は日本初の申請者によるメタノール専用車である。1951年12月13日から1963年1月11日にかけて74両が、日立製作所、新潟鉄工所、造機車両、川崎車両、若松車両、汽車製造、富士重工業、日本車両製造、飯野重工業にて製造された。 落成時の所有者は、日清化学工業、日本ガス化学工業、東洋高圧工業、日本水素工業、日本石油輸送、東方理化工業、共和ガス化学の7社であった。1964年10月6日に2両が、タム6904、タム6905へ改造された。1968年8月に1両が、タム23719へ解消された。 貨物列車の最高速度引き上げが行われた1968年10月1日大ヤ海正対応のため一段リンク式として落成した車両の軸バネ指示方式が二段リンク式に改造された。1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。鉄道輸送よりトラック輸送に切り替わり始めた1972年より廃車が始まった。 統計式の積み荷サイズは15トンとトラック輸送に切り替わるには適当な大きさであった。また、1968年から1978年にかけて重量がタム8102タム8107タム8103タム8106タム8108タム8101タム8109タム8110アルコール専用へ。 専用種別変更の上解消された。規制なし動物機タンク車であり、二役方式はマンホールによる上入れ、都質管による下出し式である。都色は黒であり、全長は 8230mm、全幅は 2432mm、全高は 3703mm、軸距四は 4000mm から 4400mm、地上は19.2トンから21.1トン。 換算量数は、赤車2.6、空車1.2、最高運転速度は、時速 75km、車軸は12トン超軸であった。2000年2月に最後まで在籍した5両が、廃車になり、同時に、形式消滅となった。各年度による製造会社と、量数、所有者は次の通りである。タム23,700型は、 メタノール専用の15トン積みタンク私有貨車である。当初タム3700系の軸ばね支持装置は一段リンク式であったが、貨物列車の最高速度引上げが行われた1968年10月1日ダイヤ改正対応のため、大半の車は二段リンク式に改造したが、一両の未改造の車が残り区別のため別形式とした一、形式一両の車であった。 改造内容は表記類の書き換え以外何もなく、むしろ本形式の方が、本来のタム3700型とも言える。車番はタム23700とはならず、タム23719となった。所有者は東洋高圧工業であり、社名がその後三井東厚科学となり、函館本線の豊か沼駅を生涯変わることなく、常備駅として運用された。 1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。図色は黒であり、黄色の帯を巻いている。全長は 8230mm、地長は12.0トン、換算量数は赤車2.6、空車1.2、最高運転速度は時速 65km、車軸は12トン長軸であった。 1982年11月4日に廃車となり、同時に形式消滅となった。タム3400型はメタノール専用の15トン積二軸私有貨車である。1952年4月25日に、汽車製造にて一両が製造された。落成時の所有者は、日本水素工業であり、福島臨海鉄道の宮下駅を常備駅として運用された。 社名は1971年6月5日に日本火星に変更された。貨物列車の最高速度引き上げが行われた1968年10月1日大ヤ改星対応のため本社の軸ばね指示方式が2段リンク式に改造された。タム3400型はタンク帯がアルミニウムで製作された点がタム3700型と大きく異なる。 タンク受け台は落成当初は8個であったが、その後16個に増設された。塗色は銀色であり、全長は 9100mm、全幅は 2440mm、全高は 3853mm、軸距は 4500mm、地上は8.5から10.8トン、換算量数は赤車2.4、空車0.8、最高運転速度は 時速 75km、車軸は12トン超軸であった。1980年1月31日に廃車となり、同時に形式消滅となった。タム3450型は、製造当初は国鉄、国鉄分割民営化後は、JR 貨物に車席を有したメタノール専用の15トン席、二軸私有貨車である。製造当初は国鉄、 国鉄分割民営化後は JR 貨物に車席を有した。1954年4月14日に一両のみが新潟鉄工所で試作された。落成時の所有者は日本ガス化学工業であったが1971年12月17日に三菱江戸川化学との合併により三菱ガス化学へ名義変更された。 メタノール専用車としてはタム3700型に次ぐもので同形式との際はタンク体がステンレス構成であることであるタンク体はドーム付きの規制なし直筒型で積み荷の積み下ろし方式もタム3700型と同様のマンホールからの上入れ都市使による下出し方式である寸法的にはタム3700型と ほぼ同大で、全長8 8 0 0、mm、トル、全幅2 5 3 4ト、mm、ル、全高3 7 1 2ト、mm、ル、軸距離4 4 0 0ル。時長は10.2トンで、換算量数は、積車2.6、空車1.0である。走り装置は、製造時は、リンク式で最高速度時速6 5トルで、あったが、1968年10月ダイヤ改正に、 際して、ニーツ工場にて二段リンク式化され、最高速度も時速 75km となった。図書区は、製造時は、ステンレスジーロの銀であったが、後年黒に塗られている。1979年10月より化成品、分類番号、年31が表記された。本形式は、2000年3月に廃車され、形式消滅した。 国鉄タム23700経過者に関するカテゴリー、国鉄タム3400経過者に関するカテゴリー、国鉄タム3450経過者に関するカテゴリー。ありがとうございます。